うちのガキとかさ、普通2足しか持ってないよ。はい、よろしくお願いします。子供は子供の人生でしょ、うん、はい、子供はさ、なんか教育だけさせてあげれば。だからうちのガキとかさ、マサとか、はいはいはい、ね、あいつマサ靴2足しか持ってないよ。コメオさんの子供で、いや、やばいっしょ。はい、いや、靴を何持ってんすか、2足って。2足何履いてんすか。それも、はい、いい靴しか買わないからね、はいはい、これで買って、ちょっともう汚くなると、じゃあこれどっかで売ろうかなみたいな。こうかすか。でも今はね、ニューバランスとナイキ1足ずつ、はい、それ以上買わないもんね。うちのさ、上のフミってやつがいいんだけど、はい、フミもホカと、オンと、はい、ナイキ3足かな、はい、フミ君も海外にいらっしゃるんですか。そう、みんなだから服も買わないし。僕だって昨日お金使ったのとかさ、うん、飯も弁当持って行ったんだよね。サンドイッチ持って行ったから。え、自分で作るんですか。うん、あ、ホミさん料理するんですか。いや、料理っていうかさ、パン買って焼いて、はい、まあ、マヨネーズで、はい、ベーコンと卵焼いてそれベってやって持っていくだけじゃない。はい、はい、そんなん、ね、料理じゃないと思うよ。あの、まあ、けど、はい、うん、キッチンに立たれるんですね。そうそう、大好き。ほら、なんか料理してるときさ、はい、なんか今日無心に壊れて、いや、まあ、めっちゃわかりますよ。はい、皿洗いとかもするんですか。するする、だって一人暮らしだから。いやいや、そうですけど、はい、ボンゴ行ってなんかおにぎり食おうかなと思ったんだけど、あ、サンドイッチ持ってきてるから、サンドイッチ食ったんだ、昼ごはん、はい、でも1個ボンゴ買ったんだよ、はい、今日の朝ごはん多分ボンゴのおにぎり。え、ボンゴはどうやって知ったんですか。いや、なんか紹介で行って、はい、それでこれうめえじゃんってなったんですか。違う、うまいなと思ったし、はい、おかみさんちょっとさ、おかしいっしょ、超変わってる、すげえ面白い。なんかね、うん、おにぎりに対する愛情がちょっと違う。だからなんかちょっと、ね、まあ変人って言っちゃおかしいけど、なんかそういったのあるよね。やっぱさ、なんかこう集中してなんかやる人となんか一緒に商売やんないとうまくいかないっていうか、うん、僕の場合商売やってるじゃん。そうすると一緒にやる人っていうのもできてるじゃん、はい、その人が一緒にやりたいって言ってて遊んでたりするとイラッとするんだよ。はい、はい、なんか昼間っからお前サウナ行くなよって思っちゃうの、はい、僕は。はいはい、はい、うん、とりあえず働こうよみたいな。儲かっても儲かってなくても、だから一生懸命働いてれば別に僕お金、あ、損したなって思うこともあるじゃない。はい、あ、失敗したって。することもあります。あるあるある。いや、そういったことがいっぱいあるんじゃない。また明日よろしく。Yeah.